皆さんこんにちは、水原希子です。ちょっと軽くぶってみたんですけど、はい、今日はですね、まあ、もう見て分かる通りゴスロリのカルチャーを探っていきたいと思います。実は私今回初ゴスロリで、まあ、ずっと憧れててやってみたいなと思ってたけど、あまりにも世界が確立されてて自分がこう入っていけない領域やなと思ってたので、今日は本当にとても嬉しいんですけど、そしてさらに今日はスペシャルなゴスロリの神様みたいなゲストをお二人お呼びしていますので、ゴスロリのカルチャーについていろいろお勉強していきたいなと思います。では早速中に入っていきましょう。まずちょっとこちらの傘をちょっとはい、レッツゴー。よろしくお願いします。すいません、失礼します。あ、なんか気候企画で初めて味わう雰囲気ですね。すごい緊張感がなんかあるんですけど、はい、今回のスペシャルなお客様は、マナ様、もう説明不要ですね、マナ様です。そして、ケラの創刊編集長鈴木真理子さんです。よろしくお願いします。私もそれやればよかったです、はい、ということで、あ、はあ、かっこいい、ありがとうございます。ゴスロリとかロリータとかそのカルチャーってなんかひとまとめにしちゃいけないような気もしていて、そのどこからまずは誕生したのかっていうお話とかいろいろ聞きたいんですけれども、どこから話しましょう。話します。お願いします。はい、鈴木さん、1997年に原宿の一人、はい、人シーンがすごい活発 で、はい、でまだもう表参道が歩行者天国になってたんですよ、うんうんうん、でティーンの人たちがものすごいおしゃれをして、はい、土曜日曜はもちろん平日もじゃんじゃんおしゃれな人たちが集まってきていて、なんかそれスナップ取られに来るみたいな感じの感覚ですか。だんだんそんな感じになってきました。でも元々はそうじゃなくて、はい、もうそこに原宿におしゃれをしに来て、はい、こうそこにたまるみたいな感じですかね。そうです、そうです、うん、なんかそのイメージすごくあります。え、じゃあそこに行ってたってことですか。そこに行って、でなんかあのこのおしゃれの子たちの写真撮りたいとか思って、うん、で撮りに行ってケラっていう雑誌を作ったんですけれど、はい、でスナップを始めてすぐになんかあの今まで見たことのないあのちょっとゴスロリの元になる女の子たちがいて、はい、この人たちなんだろうって思ったんです、うんうん、そこからがスタートで、で1999年にマナ様がこのお洋服のブランド、うん、モアメイのモアティエも立ち上げて、はい、でどんどんブランドも増えてきて、うん、で2000年にゴシックロリータバイブルができて、うんうん、でまだマリリン・マンソンもすごい活躍でゴシックシーンはすごい人気があったし、うん、はい、ビジュアル系もすごい人気があったんですけれど、はい、あのまあ、音楽とかけ離れた部分でこういう服を着たいっていう人もすごい増えたし、うん、で2004年に下妻物語が映画になって大ヒットして、はい、今までの白黒のイメージよりかはあのピンクとか白とか水色の可愛い、うん、はい、アマロリの方がこう、うん、メジャーシーンに上がってきて、まあ、メジャーシーンっていうのもなんですけれど、はいはい、いやメジャーシーンだと思います、はい、ありがとうございます。一世風靡したっていうか、すごいまだまだ子供だったんですけど、はい、憧れましたもん。あー、なんかあんな格好したいってすごい思ったし、あの映画
で私は知りました。きっとそういう方が多いと思うんですけど、はい、すごい流行りましたもんね。ねその後のそのケラっていうのはすごいどんな感じになったんですか。あの映画とかあの時そのこうバーってトレンドになった後って増えました。一気にこう読者一気ではないけれど、うんうん、なんかいい感じにいい感じに、はいその時ぐらいに、うん、私ケラの編集長離れてるんです。あそうなんですね、はい、でケラマニアクスっていうまた別の雑誌を作って、はい、ケラマニアクスってことはさらにマニアックなってことですね、はいはい、ちょっともうなんか月刊誌じゃないから縛りもないので、うん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 、今の紀子さんの気持ちじゃないですけどマニアにやってやろうじゃんみたいなのもありまして、よりこう濃い本を作っていて、うんうん、でその1号を作る時にたまたまロンドンに行ったら、はい、ゴシックやってる子たちに会って、はい、でみんなゴシックロリタバイブルなぜか知ってるんですよ。あすごい。で彼女たちはやっぱり西洋人だから、うん、ああいう服着るとめっちゃかっこいいじゃないですか、うんうん、なのにゴシックロリタバイブルに載ってる服をヨーロッパの子たちが着るけど全然ダメなのとか言って、うん、あれはね日本人の子が着るから可愛いのよとか言われてポカーンみたいなそか。日本のそのロリータゴスロリが世界でこうそんなに憧れの的になる理由って何だと思いますか。可愛い少女性を残した服を大人が着るっていう文化が他の国に今までなかったんだと思うんですね。そうか、そういう概念がなかったっていうことなんですかね、はい、そういうこう少女性でなんかやっぱ大人になるとなかなかやっぱりなんだろう社会がそれを許してくれないというかそういうのってどう思いますか。ロリータの服をロリータが着てもロリータって言わないわけで大人が着るからロリータ服として生まれて育っていったので、うんうん、あの少女として生きる大人のを許してくれた服なんだと思うんですね。そうか、うん、解放されるっていうか人もいるはい、あそうですよね。すごいなんか素晴らしい。なんか私はそれがファッションの本来の力だと思うから、あすごい今の聞けてすごい嬉しいです。私も着たい毎日私も許されたい自分がこの格好になった時にすごいこう自分の心がなんかこうキュンっていう感じになってなんかこう嬉しい気持ちになったというかちょっとやっぱ違うキャラクター入ってきちゃうというかなんかファッションってずっとなんかそういうこうなんだろうな違う自分を見せてくれたりなんかちょっと自分に自信が持てたりとかなんかそういうものだなってずっと私は思ってきたんですけどロリータのファッションを貫き通すってすごいパンクじゃないですか。それをこうやり続ける意味ってある種 の, そのパンク精神みたいなものが あるんですかね。どうですかすいませんなんかすてき聞きたいです。ゴシックはヴァンパイアと同じで永遠に滅びることがないのだそうです。すてきございます。そういうことですよね。現代で
新しく生まれてるそのゴスロリの新しいジャンルとかカルチャーとかあるんですか？はい、私が今日つけてないけど、うん、ヘッドドレスってわかります、はい、こうかまぼこみたいな、あ、こういう、いわゆるこういうやつですか？こういうやつです。はいはいはい、はいはい、あれが、まあ、一人歩きした感じで、うん、新宿の方面でよく見られる地雷ちゃんと呼ばれてる、このここになんか赤い泣いてる系の、うん、はいはいはい、わかります。地雷ちゃんが割とヘッドドレスを使ってますね。確かにその地雷メイクもゴス寄りですよね。かなり近いですよね。近いですよね、うん、でも結構一般的になってきてますよね。ですね、うん、それと、はい、2年ぐらい前かな、うん、あのヤンキッシュロリータっていうのを、はい、新潟のゴスロリちゃんが一人で起こして、あのヤンキッシュロリータそう、ヤンキッシュってヤンキッシュってなんだろう、言葉ヤンキーがちょっと入ってるけど、ヤンキッシュめっちゃ可愛くないですか？めっちゃ可愛い。カジュアルな服とロリータの服を混ぜたスタイルってことなんですかね。混ぜて、まあ、ちょっと悪ぶってる感じのヤンキーっていうんですか、はい、ヤンキッシュはヤンキーから来てるんですかね、はい、かわいい、かわいい。これはきっと多分明日からでもできそうな感じの、はい、こういう子がなんかこう雑誌とかに出てほしいですよね。ねきっとなんか一昔前に雑誌とか出てたらきっとすごいカリスマになってたでしょう ね、 ですね。だって開拓者ですもん ね、 ね、素晴らしい、そうなんだ。二人がこう思い描くゴスロリのなんか未来像とか、これからどういう風になっていってほしいなとか、なんかそういう思いとかってございますか？この対談をきっかけに広まっていくといいなというのがマナ様の希望なので、はい、キコさんもありがとうございます。ありがとうございます。私は常にそのちょっとダークサイドの入った服というか黒の入った服ってやっぱり若い時って着てみたい人たち多いじゃないですか、うん、はい、そういう意味もあってずっと若い人たちが着たいと思える服がずっと出てるといいなとは思ってるし、うん、私自身はもうそんなに短い丈の服とか着られないんですけれど、うんうん、同じようなテイストでロングスカートになっていったらいいなぐらいの希望ですね、大人向けに。すごい。でもなんかさっき言ってた、はい、その大人になって着るものとかファッションによってこう少女性だったりとかいろんなところからこう解放されるみたいなことがこう認識としてずっと続いてってほしいなって今日話聞いて思いました。きっとゴスロリとかロリータのファッションで救われてる人ってめちゃくちゃいるんだろうなと思うので、そういう部分がもっともっとなんかただこう可愛くてっていうよりもなんかこれによって救われてる人とかこれによって楽しめてたりしてる人がいるっていうなんか部分がもっと広まってったらいいなって思いました。自分もそれはなんか今日聞いてはって思ったことだったので、すごい楽しいお話を今日は神様のお二人に聞くことができてとても嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。